休みの日には俺はたまに亀を見に行く。亀を見に行く。近所にいるんだよね。あ、なんだか上がってきたな。1匹、2匹、3匹。あれ、後ろにもう1匹いるかな。しかし、今日重大なことに気づいてしまった。気づいてしまった。よーく亀を見てみた。ちょっと様子がおかしい。なんだかよく馴染みのある何かに似ている。なんかすっぽんに見えてしょうがない。ずっと亀だと思ってた。だけどこれってすっぽんだよな。亀じゃねえよな。いや、ずっとある場所には亀がいて、亀に会いに行こうとか思ってたけど、よく見たらこれ絶対にすっぽんだよなと思って、 Google のカメラで写真を撮ってみたら、はい、こちらでした。ああ、すっぽんだね。まあなんていうかね、どっちでもいいんですけど、っていうかなんでスッポンがいるんだ。スッポンってこんなに鯉と仲良く泳いでるもんなんですかね。でもね、可愛いですよね、泥道ね。でも私たまに食べちゃうんですよね、スッポン。美味しい出汁が出るんですよ。まあそんなことはともかく、休みの日に私は亀を見に行く。亀だと思っていたスッポンを見に行く。ついでに鯉も見に行く。こんなね、 YouTube も撮っちゃうぐらい、私は休みの日に亀を見に行く。あ、なんか大きいのが上がってきたぞ。なんかね、ゆっくりゆっくり動いてる。これがね、なんか流れてるね、落ち葉も可愛いですよね。そして亀を見た後には白鳥を見に行く。それが私の休日のルーティーン。以上、ご視聴ありがとうございました。